シェーンブルン。シェーンブルンは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー郡の町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。シェーンブルンは、ハイデルベルクの東約30キロメートル、昭和デンバルトの標高を117メートルから466メートルに位置する。この町は、アレミュール、ハーク、モースブルン、 シェーンブルン及びシュバンハイムの5つの地区からなる。シェーンブルンは1262年に初めて文献上に記録されている。この村はおそらく11世紀または12世紀にビンプフェン関連のシュタウフェン家の帝国領内に創設された。ウンターシェーンブルンとオーバーシェーンブルンは入植地創設時代に二重入植地として創設された。元々は ボルムス市教区に属したが、ストバーゼントと共に、1380年に、プファルツ選定校領となった。領主権は、16世紀まで様々な検問に、七入れされ、1560年からは、プファルツ選定校のアムト・ディルスベルク、アムトは、地方行政区分の管轄となった。1803年からシェーンブルーンは、バーデン大校領となり、アムト・ネッカー・シュバルザ派に編入され、 1813年には、このアムト元アムト・ネッカー・ゲミュントに移管された。1857年には、シュペヒ・バッハが、バーデンのアムト・エーバー・バッハに、1863年に、アムト・ハイデルベルクとなり、1938年に、これらと共に、ハイデルベルク軍として再編され、1973年には、さらに、ラインイコール・ネッカー軍となった。 1972年1月1日に、それまで独立した自治体であったハーク、モースブルン、チェーンブルン、及び、ウンター・アレミュールを含むシュァンハイムが合併した。アレミュールは、1369年のプファリツ、選定校の租税登録簿に、アリマランとして、初めて記録されている。1447年になっても、アリマランと記載され、 1467年に初めて、アリムルの記述がなされている。この集落の水車小屋に関する最初の言及は1538年2月3日の日付である。名前から推測される通り、この小村は、アルトバッハ、プロイタースバッハ、クレプスバッハの渓谷に作られた水車小屋集落から発展し、後に水車用水路が掘られた。5つの粉引き小屋が設けられ、 その他に、油絞りの水車や研磨用の水車がそれぞれ、一つあった。オーバー・アレミュールは大部分が、シェーエンブルに、ウンター・アレミュールは、シュバンハイムに管轄されていた。マンバッハ渓谷に位置するハークは、1416年に最初の記録が残されている。この村は、もともと二つの入植地、オーバー・ハーク、ウンター・ハークであり、これらが一体化したものである。 入植開墾地、ホックは、牧草地の岩、シェーンブルンと同じく、シュタウフェン家に由来する。この村は、中世後期にストバーゼントの一部となり、シュバルツァ派上司配下の村となった。領主権は、中世後期には、バインスベルク家にあったが、1419年にハークは、プファルツ選定校、ルート部ヒ三世に売却された。その後、1648年に、 ベスト・ファーレン条約によって、プファルツ選定公領に確定するまで、この村は、様々な貴族、例えばラントシャット・ホン・シュタイナハヤ・ヘルム・シタット家などに、七入れされた。1803年からハークは、バーデンのウンターアムト・ディ・イルスベルクに属す独立した、自治体として、シェーンブルンから分割され、1972年に、合併した。モースブルンは、1319年に、 モーズベランとして初めて記載されている。おそらくは、やはり、シュタウフェン家の入植開墾地であったと推測されている。モースブルンの領域は、クビユであるシェーンブルンの領域をリング状に取り囲んでいる。中世世紀の村の領主権は、ボルムスの霊園主として、バインソベルク家が有していたが、1319年に、ヒルシュホルン家に、七入れされた。この土地は、14世紀に、 ボルムス市教からプファルツ選定公の所有に遺憾されたが、ヒルシュホルン家は断絶する1632年まで統治権を保持した。その後、スウェーデンがこの村を征服し、統治権はヘルムシュタット家に与えられた。1641年までに皇帝軍がこの村を再び占領し、1610年のヒルシュホルニア、断絶に最初その遺産を引き継ぐことになっていた。 クロンベルク家が統治権を引き継いだ。1704年にモースブルン全域はネッカー川北岸のローテンベルクと共にデーゲンフェルト伯領となり、ついで1797年にはエアバフハイコールフュルシュテナウ伯領となった。1803年、この村は独立した自治体としてバーデン大公領となり、1811年にアムトネッカーシュバルツァ派の管轄下に置かれ、 ここで一旦シェーンブルンと別の歴史をたどるが1972年に合併した。シュバンハイムは1369年にプファルツの祖税登録簿にシュボンドンの名前で初めて文献に登場する。シェーンブルンの他の地区と同じくシュバンハイムも入植開根地だったがおそらくミンネブルクに属す森に中世後期に開かれた開根地であった。 帝国上塞のミンネブルク、ヘルムシュタとシュバルツァ派が開拓時代の統治に影響力を及ぼした。領主権は何度も七位列され、分裂した。バーデン大公国に編入されてからも分裂状態は続き、村の各部はいくつかのアムトに分割された。1813年から村は独立した自治体として統一され、アムトネッカー・ゲミュンとの管轄となった。 1972年にシェーンブルンと合併した。1972年1月1日から、シュバンハイムは2トル離れた集落、ウンターレミュールも管理下に置いた。シェーンブルン議会は14議席からなる。ローラント・シリングは1986年からシェーンブルンの市長を務めている。後継選挙では、ヤンフレイが勝利した。彼は2008年6月1日から、 この職に就任する。ズンガラ、銀字で、緑の土地の上に青い水を噴出する赤い、チューブ型井度。この紋章は、おそらく1800年頃に作られた、裁判所の印象に遡る。このデザインは、村の名前に由来し、シュンブラーにイコール、美しい泉、1914年に、州文書局の認可を得た。1972年の合併後、 一旦は公的な紋章ではなくなったが、1974年に赤から白の旗と共に、旧来のデザインのまま新しく発足した町の紋章として内務省に認可された。シェーエンブルン地区には、1815年に建造された牧師館を伴った教会がある。その前の広場には、1870年から71年の平和の多くと戦争記念碑がある。 この地区には1597年建造の酒蔵の退屈化の歴史的建造物が残されている。シェーンブルンの町役場は近代的な機能建築で、やはり近代建築の学校と同様、かつてのウンターシェーンブルン及びオーバーシェーンブルンの二つの中心地の間に建てられている。町役場の前には、この町の全域で見られる、この地方に、 典型的な砂岩で作られた泉が見られ、アレミュールでは、いくつかの古い水車が見られるが、そのうちの一つは、現在も創業されている。この創業中の水車は1795年に建造されたものである。水車の他には、砂岩の泉もある。集落には1902年建造の学校兼村役場や戦争記念碑も残されている。高台の墓地の近くには、 比較的新しい簡素な小さな教会がある。集落の外れにアウグストイコールルム記念広場がある。これはオーデンバルトの画家アウグストイコールルム1888年から1950年に捧げられた緑地である。ハークの壁で囲まれた墓地に歴史的なセーランバート教会がある。この建物の中心部は中世にまで遡る。墓地の門や 教会の玄関は1740年から1751年の間に建設されたもので、祭壇棟は1753年に改築された。屋根裏への入り口には1466年に作られた古い玄関が再利用されている。村の広場の近くには旧村役場と旧学校がある。旧村役場は1747年に建てられた初代の建物に代わり、 1877年に、旧品院圏村役場として建設され、1878年から1971年まで村役場として使われていた。旧学校は、教師宿舎、家畜小屋、納屋を備えた建物で、1859年に2代目の学校として建設され、1964年に新しい学校ができるまで使われていた。1988年に、 郷土コンテスト、うちの村が最高だの優勝を勝ち取った。この集落には、この他にも多くの木組建築、泉、銅俵、戦争記念碑などが残されている。モースバッハの中心地には古い教会があり、その下には泉と水小屋がある。その近くにある墓地は、その得意性で、破壊士研究家には知られている。墓地の再建の際に基礎を取り払い、 すべての墓を並べ直したため、極端に小さな墓地のように見えるのである。シュバンハイムには、旧村役場や1905年の旧学校がすぐ隣り合って立っている。そこから遠くないところ2821年に建造された教会がある。教会の塔は1952年に完成したものである。現在では何度も改修されて住居となっている別の旧学校は、 ガカ・画家アウグストイコールルムの成果である。シュバンハイムは、ラインイコールネッカ交通連盟のサービスエリアに、含まれる。バス路線822系統がエーバーバッハから、ノインキルヒエン、アグラスターハウゼンを結んでいる。この路線は、通常5つの地区すべてを通過するが、例外便もある。バス路線754系統は、ハイデルベルクからハーク、モースブルンを結んでいる。 この系統は、ハーグ域であるが、一部がシェーンブルーンを経由して、モースブルーンまで走っている。モースバッハには、国際的に活動している企業ペンターメス、ウントリゲルテクニック GMBH がある。この会社は、発電技術や、工業生産の精密圧力装置や、精密圧力計測装置を生産している。この会社は、シェーンブルーン最大の雇用種である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。